六条家は、ウリン家の価格を有する区下。村上源次小賀の家所流。大城大臣、小賀の道照の逸を、六条通流を過疎とする。加盟は、二代、有房が、京都六条に重視したことによる。稼働家として、著名な六条藤家は別系である。家業は、夕食古日。江戸時代の家録は265国。戸様。 母大書は百万元行員過疎、通友は不遇に終わるも、その子、アリフサは、ゴウダ皇の因子として信任厚く、元王元年既得に際して、内大臣に至り、同情家の石を築いた。アリフサの子、有中は正に、県中納言に上り、鎌倉幕府に対して、東宮、国吉新郎の戦争を求めたが、 新王の隠れ語に伴って出家し、囲碁大納言を極端とするウリン家となる。なお、有夫ふさ、ゆうちは、書道と和歌の才能を持って聞こえ、その作品は、個室研究家から陳徴されている。ゆうの子、有光は六条家で、唯一純内院、小学院寮院の別当となった。その孫、有帝には、講師なく、支流の畜酒からあり次を養子として迎えるが、 ゆうつぎが、永正九年伊勢国で没するに及んで六条へは、再び中絶した。天正四年礼戦ため順の四男、としひさが、厳正に、改めて家督を相続する。相続者については、当初、清和源氏の竹内長春も候補に上がっていたという。ゆうひろの孫、ゆう和の後は、和夫お、ゆうう次男坊忠氏が、 長病を理由に家着を辞退したため、三男、富藤が家督を継いだ。以後、夕木、雄坂へ、夕,夕が、県大名言に登ったほか、雄坂へは、偽装、雄陽は、偽装、武家転送にも補えされている。幕末のありよさは初め金のお白毛であったが、ほどなく後部合体を唱えて、偽装となる。明治十七年家族令によりあり、 広氏が死者を授けられた。有事家、有道と執着した。六条通有六条有房六条有中六条、有行六条有行六条有定六条有次六条、有有六条有行六条有清六条有住六条、有和六条有行六条傍中六条有富士。六条有紀六条有坂かえ六条有養六条。 裕福六条、勇気六条、有限六条、有与差六条、有儀六条、浮六条、有字化六条、右高六条、高一六条、家、霊前へため順の四男。くぜうねの次男。経図三様は、有限のことする。国立歴史民族博物館の、急行給料取り調べ帳データベースより算出した、幕末期の六条、下領は、以下の通り。ありがとうございます。